本日遊んでいきますのは S.H.Figuarts 仮面ライダー滅びスティングスコーピオンです。マイフェイバレット推しライダーでございますからね。いやー、発売待ちわびておりました。で、プレ版ですので今回窓がございません。ですが今まで発売されました01系のライダーのアーツのデザインと非常に似ていて、本当に窓がないだけで、ここね、組織名、秘伝とエームズで、ここ滅亡人雷っていう感じで、このあたり共通してますからね、かなりいい感じでございます。外箱にはかっこいい滅びスティングスコーピオン映っております。今回武器の付属もありますからね、裏面もかなりいい感じでございます。それでは早速開けてまいりましょう。では行きましょう。ドードン。あー、でかい。わ、すげーかっこいい。わ、ゴツゴツしてる。すごいいい感じですね。というわけで中身は仮面ライダー滅びスティングスコーピオン本体と、効果用の手首パーツ左右合わせて6つ、アタッシュアローとこのレバーの交換パーツですね。伸ばした状態のレバーがついております。それでは滅び本体見ていきましょう。もう完璧ですね。大きいイエローの不安、クリアパーツになっておりますけども、非常にいいですね。フォースライザー、これもよくできてるわ。で、このね、プログライズキー、これね、ちょっとぐらつくっていうか、別にね、取れないから、よっぽどね、なんか激しい行動とかしなければ大丈夫だと思いますけど、まあ、機構上しょうがないよね。で、このプログライズキーも外すこともできますし、はめてすぐね、上からパチッと押し込めば、逆さまにしても落ちないぐらいにホールドしてますので、まあ大丈夫だと思います。そしてこのね、バンド部分ですよ、体の。変身時ね、ゴムパッチみたいな感じで、全身からバチンってついて変身するわけですが、きちんと表現されてます。かっこいい。かっこいい。いや、いいわ。いいわ、大当たりだわ。いやー、01系のアーツはみんな外れないけどさ、これは滅びはマジでかっこいいわ。うん。ものすごいね、モールドも細かいのよ、ほら。手とか見て、この手の甲とか。うん。ちょっとアップにして映すけどさ、ちゃんとこのね、網目みたいな点々点もきちんと表現されてるしさ、すげえよ。いやー、超かっこいいわ。可動部分はもういつも通りですね、首傾けられる、邪魔するもんね、顎のちょっと横にここ、ありますけど、襟みたいなやつが。でも全然ね、ちょっと上に上げれば通せますんで、1回転は問題なくできます。腕もね、ちゃんと水平までいきます。でもここも肩ちょっと当たるかな。ここはちょっと注意してあげた方がいいけど、でも全然ね、これ動きますから、問題なく水平まで上げることができます。で、胸可動、腰可動。フォースライザーも独立して動きますし、レバーは動かないね。レバーは動きませんので、まあ、この開いた状態固定でございます。足もね、引き出してあげられますし、ほぼ水平まで足を上げてあげることも問題なくできますし、前に上げる、膝も曲がる、足首も動きますし、つま先も動きます。足の裏もモールドきちんと入っております。完璧でございます、可動も。そして武器のアタッシュアローもすげえよ。よくできてるわ。かっこいいわ。いやね、デラックス玩具がさ、ここは全然伸びないっていうね。残念仕様だったんですけれども、非常にいい感じですね。かっこいいっすね。で、これは普通に取れるのか取れますね。なので、この伸びた版のレバーパーツですね。こちら。これをはめてあげることができますので、これをね、両手持ちさせてあげれば、まあ、発射前の構えポーズを取ることもできると。滅びといえばね、ゆらっとしたね、立ち姿が印象的ですけれども、ちょっとだけ首傾けてあげて、ちょっと巣立ちさせるだけでも様になりますよね。片足上のキックポーズでスティングディストピア。これでね、パンチングコング状態のバルカンを一撃で粉砕してましたね。かっこいい。当然片足立ちも問題なくさせることができます。そしてアタッシュアロー構え状態はこのようになります。非常にかっこいいですね。アップで見るとこんな感じ。いやー、様になっとる。超かっこいいでござる。そしてこれで秘伝、エイムズ、滅亡人雷と3組織が揃いましたので、こんな感じで三つどもえで戦っている構図を再現することもできますね。まあこの後ですね、サウザーが発売したりとか、まあまだね、バルキリーが発売してませんし、ジンクもありますから、まあ今後ともね、ラインナップが増えていけば増えていくほど非常に楽しい感じになってくると思います。はい、というわけで今回は S.H.Figuarts 仮面ライダー滅びスティングスコーピオンをご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。